賑やかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東条会。カムロ町はディープな場所ほど刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近カムロ町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。逃走中の東条会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえうられてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東条会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない。なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。おはようございます、こんにちは、こんばんは。パノヤです。ジャッジアイズ実況パート2やっていきたいと思います。ねえ、私セーブをオートにしちゃったんだけど、オートにしたんだけど、どこでセーブされてるのかがよくわからないという事態に陥ってます。どうしようかな。なんかで右下に設定で変えれるのかな。どこなんだろう、設定で。おお、スタートボタン押したらこんなのができた。あ、来た来た、セーブとかあるんじゃん。設定、こう、オートセーブオフにしとく。オフにしとく。そうじゃないと
どこまでが見れるのかがちょっとよくわからなかったんだ。で、ケースファイル。で、モグラ。トゥードゥー。メインケース。でんでんでん。サイドケース。でんでんでん。まだ何にもない。とりあえず、手土産を買う。そういうところから始めたい。始めたね。始めていきます。切ってやってないから動画が何分ぐらいのになるかがちょっとわからないので。そういや申し訳ない。天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼き。どら焼き？箱入りのやつ。え？どら焼き？源田先生筋金入りの和菓子派だったろ。うちも。なるほど。じゃあ手土産。食べたいどら焼き。私お昼ご飯も食べずにこれやってるから。結構お腹空いてるから食べたーいどら焼き。なんでどら焼きにテンション上がってんだろうね。レコードプレイヤーいいな。いろんな場所で入手できます。だってうん、レコードなんてあるとこもうなかなかないよね。見る。これなんだろう。部屋にインテリアを飾ってみるか。クローゼットかスピーカーの上に置いてみよう。何持ってるの？何にもないよ。知ってた。チーン。こういうこともできるんだね。へえ。で、あれか。だからお金がいるんだね。所持金。で、キムタクのこの服装をちょっと変えたいなと。いろんな格好させたいな。タック敗北。そう、ここにね、あ、やった、新米探偵パックいただけました。わーい。今のアマゾンの箱だよね。アマゾンの箱だよね。コイン、あれか、プロダクトコード入れてもここに届くんだね。上行けません。ダンボールが封鎖しています。下行く。なかなか本当に 3D スティック使うのすらままならないから、画面がね行ったり来たりで安定しなくて本当申し訳ない。そういう下手なところも楽しんで見ていただけたらなとちょっと思ったり。チューハイ一人で飲むって気分でもないな。チューハイこれと何を持ってんだろう。もうこの時間早く帰ってね。あれ、あ、他の人はあんま喋ってくれへんな。で、どこやったっけ？自動販売機当たってますよ。自動販売機当たってますよ。こういうのも買えるのかな？ワンダ。16茶があるね。おっと、ごめんよ。ごめんよ。そう、こんなに、ぶつかりながら、別れた彼女からもらったペアリング、エビス屋でパラってやろうかな、だって。別れた彼女何幻のカルビ、幻のカルビいいな。お肉課長、新人の女の子と会議室でずっと二人きりで話してて、キャバクラかよ。だって面白いねこれ、街の人の声が。高い肉。ホスト、あ、こっち行かれへん。こっちは行けない。他どんなこと思いながら歩いてるんだろうね、みんな。それがちょっと面白いんだけど。私、色鍵閉めたっけ。これわかる。これわかる。いつも不安になるよ。ちょっと鍵閉めて出てきたかなって。あ、さっきの子なんて、うちのおばあさんの若い頃に似てたな。やっぱ若い時のこと思い出すんだね。ち、しつこいキャッチだぜ。お尻晴らし。あるんだね。あ、なんて？今なんて言ってた？もう一回ポップアップつけてよ。あれ、ぶつかっただけだったね。息子とはぐれてしもうた。ごめん、映画でも見て帰ろうかな。面白いね。なんかみんな頭の上からほらこうやって出てくる。
ん？なんかピロロン言った。なんだろう、ピロロン。孫が好きな犬を見てたら私もすっかりファンになっちゃったわ。だってわかるわかる孫じゃないけど、東京は可愛い子が多いの、ええー、の、ええー、のやって。ここなんだ、コンビニ。あ、ここに売ってるんだ殴られや、やなそんな仕事があるの。おお、ごめんごめん、おごめんごめん、はい、話す。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。どら焼きの詰め合わせ。私も欲しい。一個買ったん。購入してもよろしいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。結構あれだな、イントネーションにあの特徴があるねこう、ほんとそんな感じで喋ると。なんかほら、いっぱいあるね、コンビニ。細かいね、冷凍食品。お酒、お酒いいな。お酒、私ね、お酒飲めないんだ苦手で。だけどね、飲むの自体はね好きなんだけど、一口飲んでもう真っ赤かなってベロンベロンになるからもうあのみりんで酔っ払うからお酒飲めないんだよ。切ない。飲める体質に生まれたかった。兄ちゃん絡まれた。絡まっといて。今どら焼き買ったな。あんな、だがそいつは置いてけ。どら焼き買っただけで絡まれる？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪い。他にもどら焼きあるよ。ですよね、兄貴たち。どら焼きなんかいい感じ食べる？あなたたち。気をつけていく。あ、また戦うの？あの得意じゃないんだよ。何？壁に向かってダッシュすることで三角跳びを行うことができます。特定のスキル。壁、どこに壁ある？ちょっと待って、どこ壁？おう、難しい。壁を蹴る直前に資格、入手した SP を消費することで体力や攻撃力のような基礎能力を上昇させたり、さまざまなスキルを習得することができます。中には特定の条件を満たすことで解放されるスキルもあります。まずはバトルスキル三角跳びフィニッシュを習得しましょう。これ、ほう、ほう、これ、やってみよう。やってみたいんだけどな。おお、すごい。当たんないけど。当てるの難しすぎない？それ。ふいふい。もう普通にあれだな。あの無双シリーズみたいに四角と三角とぐらいでやっちゃいそうだな難しいんだよ四角と三角以外押せないし、押せないことはないんだろうけど、当てるの難しいよね。強い。まだやんのか。おお、わ、何やってんだターボ。あ、来た来た。羽村の頭。お頭さん。あ、なぜ俺。あ、この人の部下なんかな。ターボーがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。となるとお前ら
誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。そうなんだ。俺の言ってること、へえ、分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。どういう関係性なんだろう。痛い。こういうのはどう。痛いよ。松金組のメンツの問題なんでな。メンツって大事なんだ。痛い痛い。本当にこういうことってあるのかな。ケンゴ、見たことがないな。お前まだターボに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだよ。あ、そうなんだ。腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいね。すごいな。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、シャバ、今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだ。シャバダバダ。そんな笑い事じゃないんだよな。笑わないね。結局それで死刑よ。そういや、あいつもう吊るされたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あれなのかな、もう確定っちゃ確定なのかな。 あの例の探偵から取り立てた金です。うーん、もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おう、板についてきたじゃねえか。あ、この人からの依頼だったんだ。おかげさまで。カイトのやつは元気か。ええ、ここの所属だった人だよね。なら一つ聞いといてくれや。カイト、うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。怖いな。お前も親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。ってことは、お気に入りでなくなった瞬間になんかされるってことか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。怖いな。行くぞ。味方じゃないんだね。味方じゃないんだ。なんか首の皮一枚でつながってるような、そんな関係なんだね。なるほどな。相変わらず嫌味なやつだな。嫌味なのかな。源田先生どこ。難癖をつけて喧嘩を打ってくるチンピラたちがいます。無視もできるんだね。へえ。戦闘に時間がかかると警察が駆けつけてくる。リアル。リアルだな。なるほど。飲食について、体力を回復。仲良くなったらご飯タダでくれるのかな。酔いの効果について気になる。おい、貴重品について。貴重品、うん、アイテムアプリ貴重品。いろんな、なんか出てくるな、注意。あ、押せなかった三角。押せなかった三角。こっち、ご飯、体力、今どんなもんなの、私。私じゃない。このキムタクは。結構減ってるんだね。カメラ。あ、これは、こうやって、サムネが撮れるということですね。そういうことだ。わあ、表情切り替え。こういう遊びを知ってしまった。面白い。この表情の中、いろんな解放とかもあるのかな。どこまでが変わるんだろう。よくわからないな。何個かあるね。へえ、面白い。
違う違う、また他の機能もみたいな。ここアイテムでしょ。あ、これ回復アイテム。あれ、寝たらどうこうとかっていうのじゃないのか。あ、これか。汚れた服張り込み。今は着替えることができません。あん着替えられない。これ、マップ。ここか。ここに行けばいいんだ。上の方だね。麻雀。クラブセガ。これタクシー。なんかやっぱり牛角があるんだって。ワイルドジャクソン。赤牛丸赤牛丸。読み方がわかんないな。ベッテキッチン。VR サロンパラダイス。スマイルバーガー。こ。コアダラガーデン難しいな。誰かな、読み方を教えてよ。で、スキル。ねえ、これ取れる。SP が不足します。650しかないんだね。それは何もできなさそう。何これ、駆けつけいっぱい。守護者団。あれかな、水剣みたいな感じなのかな。さっき説明がさ、見れなかった。ヘルプであるのか、ヘルプ。違うな。これか。たまり場、さっき見てた。これ。良いの効果。お酒。EX ゲージがたまりやすくなります。強くなれるのね。ピッポピッポ言ってるわ。どこで事件が起こったん？ピッポピッポ。牛飯丼。おっと。さっきの人じゃん。あのさっきじゃないな、あの前回だな。前回のさ、尾行してるときにさ、紛らわしい人で出てきてたよ、この人。みんな顔見知りになりそうだな。やだ、すごい。なんでこんなこと喋りながら歩いてるんだろう。終わってき、食べたい。ハンバーガー食べたい。すごいな、食べたいってしか言ってない気がするな。2000円ポッキリとか嘘くせえ。何を、ナンバ。残念だったね。R2 L2 押しちゃった。倒した。しばらく寝とけって。あ、写真撮られてる。ごめんごめん、ビビらせてごめん。そんなつもりはないねんで。そんなつもりはないねんで。おばちゃんと記念撮影。よく似た服着て、よく似た服着て。記念撮影シーン。わあ、いいなあ、こんなとこ。あれなの、ストーリーやらなくてもこうやってなんか歩いてるだけでもいろいろあって面白いね。全然進んでないよ。なんかどれだけカットすることになるだろうなと思いながらやってる。あ、ピロン言った。スマイルバーガー、スマイルバーガー、ハンバーガー屋さんいっぱいあるね。何撮ろうかな、写真。写真撮ることばかり考えてる。でかい顔して歩いてんじゃねえ。また絡まれた。やめて。イェイイェイイェイ、やーっと、と、と。ほい、ほい。時間かけたら来るって言うからね。
早く片付けてキムタク。キムタクじゃない。3000円もらった。ごめん、車止めちゃったね。おい。こんなに絡まれるもんなんだね。なんか、そういう絡まれやすい体質なのかな。また同じこと言ってる。ねえ、そんなこと言ってねえ、おっぱいも好きなんでしょって思うけどね。はい、上がろう。しょうもないこと言ってないで上がろう。男バー何丁目だって。何なんだろう。あ、コンビニだ。こっちにもコンビニあったんじゃん。よ、沙織ちゃん、こんにちは。これどら焼きね、限定もんだって。ピク、食べたい食べたい。源田法律事務所。俺の古巣だ。今必死に我慢してた。顔ぶれは少し変わった。どうも矢上さん。若い人がいる。どう、ここはもう慣れた。皆さんよくしてくれるんで。あれだね、名前の由来が分かるような名前だね。司法試験でもトップクラスだったって。司法試験トップクラス。ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、矢上。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人。この源田先生もその一人。じゃあその源田先生と、俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。そうなんだ。新谷先生はどちらに。夕方から見てねんな。まあちょうどよかったじゃねえか、顔合わせずに済んで。え、お互い嫌いだろ。そうなんや。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか。どっちもなんだ。尊敬する兄弟子です。向こうは思ってそうだけど。するなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生。切った、遮った。どら焼きどうです。先生なら絶対気に入ると思って。回収。あ、あ、もう自分のものにしたね。あれ、食べちゃったね。全部いっちゃった。かわいい。そんなに食べたかったんだ。残ってます。そんなクールな感じにしといて、そんなかわいいお茶目なことするんだね。かわいいな。もうなんか好きになっちゃったこの子。恋しちゃった。この子と写真、どら焼き食べてる姿と写真撮りたいな。だけどもう食べててくれないんだね。めっちゃ話すがある。僕が矢上さんに仕事頼むなんて、そんなの恐れ多いですよ。せやろか。なんか仕事ありませんか。仕事ください。仕事な。そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ。こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。探偵ってどんなお仕事なの。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ矢上、うん、はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ねえ。ありませんね。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん。じー、こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、うん、あれはお前のせいじゃねえぞ。引っかかるよね、あれは、うん、お前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。辛いわな。仕事ないですか先生。
暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。離婚裁判の証拠集めは、離婚裁判、例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか。いいですね。もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。ありがとう。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。了解です。だけどなんだかんだで優しい人に恵まれてるのね。そんな気がする。じゃあここでちょっとカメラを撮って一緒に撮ろう。あ、でもこの向きだとあれなのか。そこの隙間から奥行こうよ奥には行きませんみたいな。じゃあ今回はこの辺にしようかな、ということで、ジャッジアイズパート2ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽのやでした。バイバーイ。